見つけましたよ。オリオン座で一番明るい、あれがベテルギウスですね。その隣にはブロキオンとシリウスが輝いていますね。見事な星空です。プロデューサー、見て見て、あれが冬の大三角。見つけやすいでしょ。シリウスからリゲル、アルデバラン、カペラ、ポルックスとたどると冬のダイヤモンドなのです。プロデューサーさん、あのダイヤモンド、冬の祭りにぴったりなのです。祭り、あのダイヤモンドが欲しいのです。プロデューサーさんね。はい、お任せください。プロデューサー、今日のステージ必ずや成功させてみせましょう。家族を招待するのってなんかドキドキするね。初めてじゃないけど緊張してきた。祭りもドキドキなのです。ミアちゃんも今日はドキドキなのですよね。はい、今日は私もおじいちゃんを招待したんですよ。本当？ミアのおじいちゃん、会いたい！ミアに似てるのかな？眉毛の形が似てるとよく言われます。確かめてみてください。わかった、眉毛に注目してみるよ。プロデューサー、不思議です。ミアがいると緊張がどこかに吹き飛んでしまうようです。はい、少しだけですが、もう大丈夫です。私には心強い仲間たちが一緒ですから。それだけじゃなくて、静かな曲も楽しんでもらえるように心を込めてだよね。分かったよプロデューサー。それじゃあみんな、せーの、行ってきます。